今回のワールドカップに出て、なんかこうグランド以外として印象的だったこととか、印象的だったことですか、うん、ありますか。あのワールドカップという期間中なんですけど、感覚はヨーロッパ遠征でした。今までやってきたヨーロッパ遠征と、うん、例えば動きなんかスケジュールだったり、まあ、練習内容だったり、まあ、雰囲気だったり、何一つ変わらず、今までやってきたことをワールドカップという大会期間中にやってるみたいな感覚でした。それはスタッフもそういうふうに わざとしてたんですかね、あんまり変えないようにっていうか、こうもうあると思ってた。エディさんもやっぱりそこまで考えてたんだろうなと思って、やっぱ世界を知る監督なので、うんうん、やっぱり同じ経験を 2,3 年前から済ませてたっていうのは、うんうんうん、なるほど、あったんだろうなと思います。ワールドカップの舞台知ってるからこそ、その準備ができる、準備ができてて、だからあのワールドカップに入ってもそこまでなんていうんですかね、いつもと違うような雰囲気を感じることはなく、あの自分の気持ちのまま、いつもの気持ちのまま、2013年とか14年とかスコットランド戦とか、そういう気持ちのまま同じような感覚でいけたことが、自分いつもと同じパフォーマンスができたあれだなと思ってます。まあ、2019年もう日本に来るんですけど、あのワールドカップは日本で行われるっていうのは、うん、それは自分にとって嬉しいことですか。非常に嬉しいです、うん、嬉しいですけど不安もあります。やっぱね、イングランド行ったら他の、ね、イングランドじゃないチームを満員でみんな楽しくラグビーを応援して、うん、スポーツ楽しんでるじゃないですか、うん、あれが日本の地方都市でできるかなっていうのがあるんですよ。さっきのビデオでも言ったんですけども、そういう大会にできたら最高だなと思いますね。スポーツを楽しむような感じの大会ですね。ただ非一応するだけじゃなくてね、はい、そうですね、と思います。それをこれから4年間かけて作らないといけないですかね、ウィーク。と思いますね。2019年にですね、やっぱり日本で、ラグビーワールドカップが開かれます。まあ、自分の夢としてはですね、あの前回以上、もう本当ラグビー愛にあふれた満員の試合が全部続くというのが夢ですので、ぜひともですね、この4年間で、ファンの皆様と選手と、スタッフみんなでですね、そういう私の夢になれるように、作り上げていきましょう。